週末グルメ情報です。今回はオープンしたばかりの山形市にあるラーメン店を紹介するんですが、そのラーメン屋さんの隣には県内初の24時間無人販売所もできたんです。陣内さんが行ってきました。山形市中野です。国道112号沿いに新しくラーメンの店ができたんです。ラーメン日本一、山形市盛り上がってますからね。行ってみますか。先月オープンした伊藤商店は朝7時から開店する朝ラーメン、略して朝ラーが食べられるお店なんです。朝からラーメンいいですよね。こちらが券売機ですね。どれがおすすめですか。白の中華そば系をおすすめさせていただいております。白の中華そば、はい、美味しそうですね。店長おすすめの特製白の中華そばを食べてみることに。伊藤商店は仙台市に本店を置く喜多方ラーメンのお店で、県内では東根市に続いて山形市に開店しました。はい、お待たせしました。特製白中華でございます。ありがとうございます。はい、うわ、背脂が乗ってます。白いネギも山盛りですね。スープの表面に背脂が浮かび白っぽく見えることから白の中華そばと名付けられているそうです。だからなんですね。うん、まずはスープから。おお、甘みを感じます。はい、あ、美味しい。この背脂のコクと醤油ベースのスープ、まろやかですね。白の中華そばに使う背脂の量はなんとレンゲ3杯分。たっぷり真っ白になりました。うん、でも余分な油は落としているので、はい、なので量が多くてもあんまりこってりしていないっていう。背脂が多いと味がまろやかになるので丸みが出るんですよ。なのでちょっと多めに入れてます。スープは魚介系と玉ねぎなどの野菜をじっくり煮込んで仕上げていました。そして麺は、うん、美味しい。つるつる、この程よい縮れが心地いいですね、喉通るときに。麺は本場福島県喜多方市の製麺所から取り寄せた中太縮れ麺。でも朝からそんなにこってりはという時は、はい、ぴったりですよね。そうですね。実は陣内さん、伊藤商店でもここの店舗だけの特別メニューのもつ煮込みがございます。はい、ぜひご賞味ください。おいしそう。うわ、プルプルです。柔らかい。臭みも全くなくて、つるっとこう口の中に入ってきますね。しっかり煮込んでおりますので、噛まなくてもいいようにしてます。時間をかけて煮込むため、もつ煮込みは午前9時からの提供です。テイクアウトもできますよ。お鍋を持ってきていただけると、持ち帰りといいまして、お持ち帰り用のメニューもございます。今何としてますか。持ち帰り。持ち帰り、はい、お持ち帰り専用のもつになります。急にそんなダジャレも入るんですね。店内にあるお持ち帰り用のパックを使ってテイクアウトもできます。またお気に入りのラーメンにプラス500円でもつ煮込みを食べられるほか、もつ煮込みだけを注文したいという方のために定食もあるんです。いいですね。珍しいですもん、これだけ本格的なもつが食べられるって。実は陣内さん、もう一箇所ご覧いただきたいところがございますので、ご案内します。どうぞ。これで全部じゃないですか。もう一箇所ございます。もう一箇所でどういうことなんですかね。はい、案内されたのはすぐ隣でした。こちらは、はい、おうちでお肉という無人の冷凍お肉販売施設になります。何ですかこちらのスペースは。ここは県内初のお肉の24時間無人販売所で、買い物客が冷凍庫から商品を選び、会計も自分で行うところなんです。へー、牛刺し。そうです、はい、珍しい。
生肉もあるんですか？生肉もはいあります。戸惑ってます。ラーメンを食べに来たつもりだったんですけど、お肉の販売所の充実ぶりがすごい。鮮度が自慢の牛や豚、羊、それに鶏の肉や加工品が揃っています。馬刺しもございます。うわぁ、馬刺しだ。珍しい縦紙とか、はい、縦紙は名前の通り馬の縦紙が生えているあたりの部位で、甘みがあってコリコリした食感なんです。さらに馬刺しの霜降りもありました。綺麗ですね。品揃え充実してますね。お肉だけではなくてスープですとかアイスですね、デザートにアイス、アイスも置いております。はい、またこう可愛くないですか、この壁に貼ってあるものが。そうですね、キャラクターのロゴが。オリジナルキャラクターの動物たちで、夜になるとイルミネーションが浮かび上がり、注目度抜群のスポットになっています。ちょっと映えますね。鳥さん、豚さん、これは馬かな。会計が終わったらセルフレジで精算します。最初に商品の種類をタッチするんです。次に購入した商品と数量を選択します。右下に合計額が記された青いボタンが表示されるのでタッチします。現金投入口にお金を入れるんですが、お釣りが出ないので注意してください。ぴったりの金額お願いします。はい、はい、最後にチェックアウトボタンに合計額を打ち込んで終了です。レジに置いてある封筒もありまして、購入した商品と合計額を書いてお金を同封して現金投入口に入れて購入することもできます。これからこういうお店にしていきたいなんて思いってあります？もうここに来れば食に関すること何でも揃うような施設にしていきたいと思ってます。びっくりしました。ラーメンにもつに、そしてお肉と、お肉、食のパラダイスですよね。そうなんです。国道沿いにあって車も、ね、止めやすくなってます、はい、場所をご覧いただきましょうか。山形市と、あとは中山町佐賀方面を結ぶ国道112号沿い、山形市内にあります伊藤商店山形中野店です。なおですね、この伊藤商店さんではオープンを記念して明日から来月いっぱいもつ煮込みのテイクアウトと、もつ煮込み定食を100円引きでの提供ということです。もう噛まなくてもいいぐらい柔らかいという、はい、じっくり煮込んだもつ煮込み、はい、ぜひご賞味ください、はいはい、以上週末グルメでした。